はい、皆さん、こんにちは。春活が歌う、三浦春馬くんとの、歌つなぎ、イエーイ。ということでですね、三浦春馬さんが披露してくれているですね、ゆずさんの楽曲、空っぽ。この歌をですね、まあ、私も、弾き語りしてみようかなと思います。で、このギターはですね、私が中学校の頃に、初めて、買ったギターなんですね。当時1万円でした。中古のギターです。当時自分としてはすごく高価なね、お金で、手にしたギターなんですけど、まあ、特にこう種類とかなんかこうブランド的なところも何も考えずにですね、自分のありったけのお金を集めて買ったギターです。まあ、それが今もあって、で、まあ、せっかくなんでね、自分で、使う時が来るだろうと思って撮ってはいたんですけど、まあ、これをまあ使って、まあ、皆さんに曲をお届けすることもありっちゃありかなというところで、急遽ですが、私の方でも、ちょっと弾き語りしてみたいなと思います。サビの部分だけです。練習中なんでね、はい、聴いてください。いきます。だからその目で僕を見ないで悲しくなるから、多分君は僕の中にもう映らない。忘れることなない僕が今日もここにいるから、君の影をいつもどこか探してる。ということで、まあ、春馬くんがね、中学校の頃ですかね、友人と一緒に、始めたギターで、伊豆さんの楽曲が好きだということで、インスタグラムの中で披露してくれている、「空っぽ」という曲があります。この曲は、まあ、春馬くんのいろんな思いが詰まった曲であると思っています。まあ、春馬くんのね、思いがたくさんの方に、これから届くように祈りながら、自分でも春馬くんが、発信してきたこと、見てきたもの、作ってきたもの、知り合ったたくさんの方々というものを、自分が、触れた発信をね、ゆっくりとしていこうかなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら、さようなら、さようなら。